アシナガバチは、スズメバチかアシナガバチ赤に属する蜂の総称。メディアを再生するセグロアシナガバチの飛翔の40倍高速度撮影未時間は0.4秒26属1000種以上が知られ、日本には3属12種が生息。セグロアシナガバチ、キアシナガバチ、フタモンアシナガバチがよく見られ、都市部、市街地では、コアシナガバチが目立つ。同じ、スズメバチだけあり、 アシナガバチの生態はスズメバチに似ている。幼虫の餌も他の昆虫の肉を与えることなど共通点が多い。細身で小型の体型は攻撃力で劣る。蝶や蛾の幼虫のイモムシ、のつまり毛虫や青虫の類を狩る。捕らえた芋虫を噛み砕いて肉団子にして巣に持ち帰る。ヤブガラシ等の花に飛来することも多く。 カジョの似たウイキョウの花の蜜なども嗜好性が高い。巣の構造は、スズメバチの巣は、光沢のある立派な外皮があるのに対し、アシナガバチは、なく、ハスの花卓、カタクのようである。巣の素材は、多くのスズメバチのように枯れ木のキベ繊維や朽木ではなく、ホーナガスズメバチ族と同様に樹皮の人皮繊維を、素材とし、それに、唾液由来のタンパク質などを混入して、素材とするので、 一般のスズメバチの巣より強靭である。そのため、しばしばスズメバチ類の巣は養子に、アシナガバチ類の巣は和紙に例えられることがある。熱帯地方には直径30センチメートル以上の大きな巣を作る種もいる。日本では巣の直径は10センチメートル程度である。女王バチは比較的低い乾燥した物陰や樹冠に巣をかける。三部屋も作るとすぐに卵を産み、 20日ほどで幼虫は、成虫になる。この蜂の巣は、レンの実のような形に作られて100部屋を超える巣もある。中央部の幼虫が巣立つと、新たに卵が産み付けられて、蜜チのように蜜を貯めることはない。しばしばスズメバチの攻撃を受けて、幼虫を持ち去られることがあり、巣も破壊されることがある。最大の天敵はヒメスズメバチである。ビブの先端にある毒針で人などを刺す。 性質はスズメバチに比べればおとなしく、巣を強く刺激したり鉢を素手で触ったりしない限りは、まず刺しては来ない。死傷は、子供などが巣を刺激して起こるケースと、洗濯物等に紛れ込んでいる足長バチに気づかず起こるケースとがある。毒はスズメバチに比べれば弱く、毒そのものによる死亡は稀であるが、アナフィラキシーショックにより死亡することもあるので、過去に刺されたことがある人は、 注意が必要。風の穏やかな日に、風上からスプレー式の殺虫剤を穏やかに数度に分けて吹きつけると、親鉢は一目散に姿を消す。親鉢のいないことを確認して、巣をもぎ取れば、やがて戻った鉢も間もなく、姿を消す。場所によっては、パイプや管を巣に向けて静かに固定して、スプレーを数秒噴霧すれば、巣に薬剤が届く。 パイプが動くと伝って攻撃してくるので固定すると良い。蜂が飛び上がったら一旦退避する。巣が小さければ水道水でシャワー状に大量の水をかけても良い。最初は巣にしがみついているが、水性を強めれば蜂はどこかへ避難するので、その間にもぎ取る。シャワーは雨と勘違いするようで攻撃力はかなり低い。 棒でつくと棒に沿って飛んで攻撃を始めるので、かなり危険である。一部の地方自治体は、巣の駆除を公費で助成している。一方、口実するように、農業害虫を捕食する液中という側面もあるため、駆除を助成しない、自治体もある。足長鉢バチの駆除や、駆除の支援を行わない、市区町村では、業者に依頼すれば駆除してもらえる。足長鉢バチは、 おとなしい性格で、巣にいたずらをしなければ、ほとんど刺してくることはない。むしろがや蝶の幼虫を駆除してくれる液虫である。特に、初夏の頃までにこの蜂の巣があると、モンシロ蝶の幼虫が増えないので、殺虫剤やネットを使用しないで、キャベツ等の栽培、収穫ができる。多少の食根が残るが、無農薬なので、家庭用には最適である。また、 蜂の子として幼虫やサナギ、成虫が食される蜂の一部は足長チである。ありがとうございます。